どうも、ロンドンからこんにちは、マリコです。今日もよろしくお願い申し上げまーす。天秤座さん、お元気でしょうか？どうもでございます。どうもです。ですね、今日、天秤座さんの人生を楽しむ秘訣っていうのをやっていきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。元気？天秤座さん。いや、ちょっとね、開いちゃったのよ、これ。人生を楽しむ秘訣。この前、いて座さんまでやって、で、それでもう10日間くらい開いちゃって、あれあれ、みたいな感じだけど、あれあれ。すいません、ありがとうございます。本当笑ってる場合じゃないですからね。本当はね、もうちょっと早くやってあげたいけど、やりたかったんだけど、ちょっとなんか、スケジュールがいろいろ押しちゃって。で、私もさ、これやっぱバタバタしてたの時は読めないのよ、はっきり言って、これ自体が。もうなんで、読めないって降りてこないって意味の方ね。そう。やっぱね、整ってないとね、これ読めないんだよね、本当に。だからね、ちょっと整ったよっていう時に今やってます。よろしくお願いします。で、7月の、各星座さんもやるからね。そう、やりますので、もうすぐ。うん、この、人生を楽しむ秘訣、12星座さん終わったら。うん。なので、チャンネル登録して、ぜひお待ちくださいませ。いや、チャンネル登録がね、ありがとうございます。本当もうめっちゃ増えてて。2000人以上くらい増えちゃってさ、ほんと最近。もうほんとすごいね。ほんとありがとうございます。で、皆さんにもほら、シェアしてくださいとか私さ、すごい言ったからさ、うん。で、いやーなんかさ、このメッセージ、まあね、ロンドンのお茶の間の、この、まあキッチンからね、まあいろいろペラペラ喋ってますけれども、まあそれが誰かにね、伝わればいいなーっていうか、うん、まあ私もさ、日本マジ帰りたいのよ。一時刻でもいいから。あ、てか一時刻になるけど、うん。もうさ、なんかもうほんとここの人、もう3年以上帰ってないからさ、住んでる自体はまあ7年くらいになるんだけど、うん、約ね、そう、で、帰りたいよね。なんかいろいろほら、1年とか2年、3年でもいろいろ変わるじゃない？いろんな日本のことが。そう。もうぶっちゃけでもここ7年でも帰ったのそんなにないから、そう。だからあんまほんとわかんないね、日本のことね。そうそう。じゃあちょっとね、とりあえず、まあそういう私が、皆さんに送る、日本語で送る、このリーディング、人生を楽しむ秘訣、英国ロンドンからね、やっていきたいと思いますよ。よろしくお願いします。そう、これ今見てますよっていう人だったら、昨日ね、天皇皇后両陛下が日本に来た関係で、まあ今、国賓でね、呼ばれていらっしゃるでしょ。それで、いやーなんか、やっぱほら、浸透系じゃん、一応。うん、そう、だから、そういう方たちが来てくれると、私ももっと読めるんじゃないかなと思ってさ。こうパワーが、こう出雲大社とか、伊勢神宮のパワーがこっちで、イギリスロンドンに来るんじゃないかって感じでね、そう。そうなのよ。そう。だから、うん。ね、そう、今ね、だからバッキンガム宮殿の目の前のとこの、大きな通りっていうかがあるのね。そこでほら、馬車とかでこう、バッキンガム宮殿に入るんだけど、その国賓の方とか。そこのところの、でもって言うんだけど、そこが、イギリスと日本の国旗がね、綺麗にわーって並んでるんですよ。うん。で、だからそれもちょっと撮影して、ちょっと、撮影しに行く予定なんで、まあ、ちょっと、一緒に、お見せできればと思います。うん。いや、やっぱね、特にやっぱ、まあ、日本に住んでても私日本人としてのアイデンティティすごいあったけど、やっぱ外国人とかも多かったし、あとね、日本人でも海外に住んでたみたいな感じの人と囲まれてたから、そう、やっぱ特にでもやっぱりも、ね、余計海外にいるとやっぱりね、日本人って本当に少ないからさ、で、特にイギリス、ロンドンってまあ、日本人そんなにいないのよ。もちろんさ、その他のヨーロッパの国で考えたら日本人、イギリス、ロンドン多い方なんだけど、ただほら、ね、他の外国人の人とか多いけど、そのアジアでもほら中国系とかさ、まあまあまあ韓国の人もあんまだけど、その日本人ってあんまいないからね。うん、そうそう、うん。だから、日本人としての、まあ、なんか嬉しいっていうかそういうの見るとね、国旗とかこうな、あると、うん。そうそう。いや、日本はね、だから余計守られてるよね。ご存知かもしれないけど、世界でパスポートがいらない、パスポートなしで旅行できる人って、チャールズ国王と、あと、イギリスのチャールズ国王と、あと、日本の天皇と皇后なのね。そう、その三方だけは、パスポートなしで、世界どこでも行けるのよ。そう。他の人はパスポート必要なのよ。そう。だからすごいね。それもね、パスポートも持たないという、うん、うちらの、天皇皇后という。それで、だから世界を行けるっていう。だから、その、やって、まあ一応、ね、チャールズ国王も、国王もそうじゃない。だからやっぱり同等なんだよね。うんうんうん。同等、まあ、うちら、同等以上だと思うけど。うちらの方が、歴長いじゃないかってね。歴史が。皇室の歴史、うちらの方が長いじゃないかって感じなんだけど。うん。
そう、そう。だから、まあ、ちょっとね、この、なんでこの話をしたのか分かんないか、何かね、ちょっとピンとくることがあったら、はい、こっからっていう感じ。まあ、私のね、このリーディングはもう、世間話しながら、で、降りてきたものをどんどん、まあ、直感で降りてきたものを喋ったりとか、感じなんで、だから、各説本当違いますよ。うん。で、逆に言うと、私の喋りのこういう感じが好きですって方は、星座関係なく、もう、投資で聞いてきた、聞いていただいたりすると、うん、それはそれ楽しいかもしれません。はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっともうやっていきますよ。早速ね。はい。早速というか、はい。The Sacred Self-Care Oracle。これカードの紹介ね。セルフケアのオラクルカードで1枚あれして。で、今回これ、英語のね、あるんで、まあ、英語のっていうか、まあ、この解説。これで、まあ、ペラペラ読んで、で、あと、Journal Prompt。Journal Prompt っていうのがあるんだね。日記の時にはこういうの考えるといいです。こういうのに、質問に答えるといいですよっていう。それもちょっと読みますので。で、それで、はい、イギリス・ロンドンといえば、Mind the Gap、Mind the Gap。これ、カードのね、カードゲームなんですけど、イギリスの地下鉄の Mind the Gap。これ、要は、駅のとこ、地下鉄の駅のとこにはこのマークが、まあ、このマインドギャップはないけど、この赤と青のがあるって感じ。そうそうそう。うん。マインドギャップ。で、これで何かっていうと、このカードゲームでいろいろ、まあ、あるのね。そう、駅名が。で、その駅名を引いたのを、私がなんかこう、思うことを、そこの駅名から思うことをいろいろベラベラ喋ったりって感じですね。はい。で、次最後に、はい。日本の神様カードでね、これ、はい。一枚引いて、日本のね、神々からね、まあもう私今来てるからね、まあ天皇皇后両陛下が日本、ここにイギリスにいるってことは、もう完全にパー来てますか？出雲大社と伊勢神宮のパーがここに、このお茶の間に来てますか？近いですから、はい。なのでよろしくお願いします。はい。じゃあ天皆さん、行きますよ。はい。天秤座さんに必要なメッセージください、人生楽しむ秘訣。はい、これにするよ。ミュージック。あー、そういう系なのね。ミュージック。ミュージック。まあ、これなんかタンバリンやってたりとかいろいろやってるけど、やっぱり音楽、いろんな、まあ、音楽ってさ、一言で言ってもいろいろあるじゃない？なんかそのピアノとかさ、そういうピアノを弾くとかそういうのもある。ピアノ弾くとか、ピアノを聴くっていうのもあるし、あとそのね、今時流行りの音楽を聴くとかさ、あとこう、そういう合唱団みたいなのとかさ、歌を歌うとかさ、まあ、音楽関係をね。だから、もしかしたらこれを見てる天秤座さんの中で、音楽関係の仕事してる人とかいるのかもしれないし、うんうん。そうね、ちょっといいですか、今。うん、ね、ちょっと来ること。うん。なんかその、音楽って結構、まあ、私もピアノずっとやってたんだけどさ、まあ、別にその上手いとかそういうのじゃないからね、結構でも何でもやってたよ。その、4歳くらいの時から、10何歳まで、15くらいまで、まあ、いわゆるそのピアノ先生のとこ、そっち系ね、ピアノ先生のとこは行ってたけど、うん、15、6まで、そう、そうなのよね。なんかその懐かしいことっていうか、懐かしい、楽器っていうのをもう一回やってみるのっていいと思うし、なんか自分がそのピアノやってたって人いたら、もう一回ちょっとピアノをやってみるとかね、大人になってから。なんかうちの妹もなんか、あ、妹いるんだけど、そうそう。小さい頃ピアノ、まあ行ってたのよね、まあ私と一緒に、そう。それで、なんか全然練習してなくて、まあ私もあんま練習しないタイプだったんだけど、それでピアノ先生のとこ行っちゃう感じの人だったんだけど、子供だったんだけど、そう。で、なんかうちの妹もあんましてなくて、で、でもなんか最近大人になって、もう一回ピアノやり始めて、なんか毎週どっかの先生のとこに通ってるんだよね。そう。やっぱそれでうちのお母さんもさ、うちの母もさ、なんかよかったやらせといてとかってなんかその、そういう風に趣味が大人になって趣味になってできてとかってよかったとかって言ってて。いや、ほんとそうなのよ。なんかやっぱ小さい時にやってた時の趣味っていうか小さい時にやってたことをもう一回大人になってやるっていうのって、いいと思うんだよね。だからそれとか、例えば、小さい時と、例えば小さい時、音楽だけじゃなくてもね、例えば小さい時にテニスやってましたとか、小さい時に水泳やってましたとか、あと小さい時と限らずに別にその10代、20代でもいいし、10代、20代で例えば英語やってましたとか、フランス語やってましたとか、で、そういう人がもう一回やってみるっていうのもすごくいいのよね。うん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 。いいねー。うんうんうん。なんか、ちょっとこれで読みますけどね。うん、だから、そうね。
なんか何もそんなに新しいし、なんかそのことを、なんかやっぱさ、今本当に、まあ、どなたかも、言ってたけど、人生なんだっけ、100年時代だっけ？人生なんか結構ほら、寿命も長いじゃない？で、特に日本人ってすごい元気な人多いと思うね。60代とか70代でも、本当にマジで。まあ、食べ物がいいからね。で、長生きするし。だって、私がよく最近見てるさ、YouTube とかだってもう多分やってる人60代とか70代とかだと思うね。男の人のなんかいろいろまあちょっとリンクあったけど、マリコさんこれ見てんのって感じだって思われると思うけど。で、その方とかさ、ライブ配信とかさ、夜中、日本の夜中のさ、12時とか1時とかにもやってんのよ。普通に。びっくりしちゃうね。そんなに元気なんだと思ってさ、で、スーツ着てやってんのよ、ちゃんと。まあ別にスーツ着なくてもいいんだけど、だからそこがさ、やっぱ昔の人って言い方あれかもしれないけどさ、やっぱ昭和の人だからさ、やっぱ人前出るにはスーツっていうね。そう。そう。で、結構その方は、なんか YouTube で、いやなんかさ、よろしくお願い申し上げますとか、そんな感じで言ってんの。ちゃんとお辞儀もちゃんとすごいの深い。深くて。で、それ私も真似してんの最近。そう、それはここの動画でね。そうそう。なんか、あ、よろしくお願い申し上げますっていいなと思って。そう、で、お辞儀も超深々しててさ。そう、私は元からお辞儀する人なんだけど、そう。だから、なんか、何が言いたいって、その、昭和の人から学べることって結構あんのよね。うん、そうそうそう。侮れないですよ、昭和の人のことの言ってることは、やっぱり。もちろんちょっと、まあ、いわゆるさ、今時的には古いこととか、あと、まあ、ね、古い感じの考え方を持ってる人もいるけど、まあ、でもね、日本のね、昭和のなんか60代、70代のおじさんとかおばさんとかって、結構今のことにも敏感だと思うのね、結構。うん。まあ、だからそれで YouTube とかやっちゃってるわけじゃん。なる60代とかの、なんかね、で、なんかアスパチャありがとうございますとかさ、言ってんだよ。その人ライブ配信とかで。いや、若いなと思って、なんかすごい。なんか、このさ、例えばこっちの国でさ、60代とか70代の人がさ、YouTube やってるイメージ全くないし、スパチャありがとうございますとか、そんな、なんか thank you for super thanks とか言ってるのも聞いたことないし、てかまあ、ライブ配信自体もやってるのもあんま聞いたことない感じだけど。いや、やっぱね、日本の人はやっぱね、元気だよ。うん、歳の人が。だからこそ、やっぱり、その、自分の、まあ、で、その方は YouTube やってるのは、その自分の元の仕事の関係、まあ、元刑事なんだけど、その人。元刑事の関係だから、それの、やっぱ、経験からいろいろ言えることをいろいろ、まあ、その YouTube で話したりするのね。まあ、テレビでも出てらっしゃる方なんだけど、結構。なんか、うん、そうそうそう。だから、そういう、なんだろう、昔やってたこととか、その前の、自分のその、今までやってた、まあ、キャリア関係でもいいし、趣味か、ね、10代、20代やってたこと。そう、もう一回英語を始めてみるとかね。まあ、例えば英語とかフランス語とかも、その日本の、その皆さんが住んでるとこの、なんか地域で何かあると思うのよ。そう、だからそういうのに通うとかね。その別にその、いわゆるそういう、なんか、そういうなんかそういう語学学校的なとこじゃなくて、そのベルリッツとかそういうとこじゃなくても、なんかその地域の市民が一緒にやってる ESL のクラスみたいな、なんかそういうのやってみるとかね。うん。そうね。まあ、あとオンラインでやってみるとか。まあでもまあ、オンラインはやっぱちょっと味気ないかなっていうのが私は。まあ、その時間がある人は、やっぱり対面の方がいいんじゃないかなと思うのね。時間がない人はオンラインとかやるのいいと思うのよ。やっぱり実際、手っ取り早いところあるし。うんうんうん。そうそう、忙しかったりするからね。うん。ミュージック。ちょっとこれ、読んでみますね。ちょっともう、ペラペラ喋って、37番。はい。うん。まあ、これもね、意味があると思って喋ってるから。うん。はい。いいですね。Music. Choose music that resonates with you and holds a positive vibration って書いてある。うん。そう。だから、その、自分にとって心地いい、なんか音楽。だからそれが、さっき言ったように、ピアノかもしれないし、もしかしたらこういうね、タンバリンとかもしれないし、まあ、それが合唱とか言うかもしれないし、それが昔の音楽かもしれないし、なんかその、自分にとって holds a positive vibration って書いてある。そう。なんかすごい、やっぱりその、ポジティブな、その波動を、なんかこう、作ってくれるようなもの。そういうようなものだよね。そういうのをやっぱ選ぶといいよね。Let the music move you, inspire you, and be a way for you to do the same for others. うん、いいね。だからその、やっぱりさ、音楽がさ、その、自分を感動させたりとかさ、インスパイアさせたりとかさ、そう。あと、それを、その他の人にもそのミュージックを、歌っていうのを通して、ごめん、その音楽がね、
他の人にも同じような感じになるように、その、なんかその、ね、あの、感動を与えたりとかさ、インスパイアさせたりとかさ、その、だから他の人にもそういうふうにするといいよねってこと。だから、もしかしたら、まあ、発表会的なこととか、あとなんかそういう、なんていうのかな、その他の、誰かに、その自分のその、ピアノを披露するとか、誰かに自分の歌を披露するとか、なんかそれでやっぱ感動する周りとか、インスパイアされる周りの人がいるのかもしれない。だからもしかしたらこれ見てる人で、例えばその、音楽やってます、歌やってますとか、まあミュージックやってます。で、そういう人が例えば YouTube でちょっと、あの、自分がね、あの、弾いてるとことかを、こう、世に、あの、なんていうの、こう、見てもらうことによって、そう。だから、あと、これ、あの、音楽だけじゃなくても今直感できたのは、まあさっき YouTube って話もしてて、他の、ほら、元刑事の人の YouTube だとかも見てるとか言って言ったけど、自分のなんかその、ありのままの姿っていうかって、結構意外に、あの、意外にっていうか、結構みんな結構興味ある人多いのよね。うん。だってさ、なんか結構さ、YouTube でもいろいろあるじゃない？なんか顔は出してないんだけど、なんか、なんとかさんの、会社員の一日みたいなさ。なんかそういうの結構さ、視聴回数もすごい待ってんだよね、あれね。そう。顔出ししてないけど。だからそういうのをちょっとやってみるとかさ、なんか、うん。なんかね、その意外に結構その、人の日常とか人が何を、例えばね、料理が好きな人は料理をちょっと撮ったものをちょっと載せてみるとかさ、うんうんうん。そう。なんかそういうのとか、うん。なんかね、この、結構ね、自分が、えって思うとこに、周りの人が結構興味があったりするんだよね。うんうん。まあ、例えばさ、それこそ、あの、今すごいでかいこと言っちゃった、大きなこと言っちゃったけど、例えばその外国人にとってはさ、日本人がさ、朝昼晩何食べてるのかって結構気になる人とか多いと思うね。だから、例えば朝昼晩の感じでなんか出してみるとか、まあ今時ほら、YouTube のあれも自動翻訳とかいろいろあるから、そういうのね、活用してとかも、でもそうだと思うし、まあ当たり前だけどほら、日本語でやるよりも、英語でやった方が、あの、それが自動翻訳だとしても、やっぱり、あの、視聴回数もありやすいから、そう。で、私はこれわざと、あの、もう日本語だけにしてます。あの、で、別に私ほら、英語ペラペラだけど、あの、なんだろう、英語圏の人っていうか、英語を喋れる人って、あの、その、自分を元気づける、なんか、動画だったりとか、自分を元気づける、なんか、そういうとこは間に合ってるのよ、はっきり言って。うん、なんだろう。まあもちろんそれで私がさ、あの、日本からのって、まあちょっとこんまり的なスタイルで、またこんまりとは違うんだけど、まあちょっと要はそういう感じで入る、そういう業界にね、そのね、グローバルなマーケットに入るのも全然それはそれでいいんだけど、ただなんか私のメッセージって、やっぱ日本語を喋る日本人の人に余計必要とされてるんじゃないかなって私は思ってるのね。そう。だからわざと日本語でやってるんだけど、うん。そうよね。だからその、周りを感動させるとか、周りを、にインスパイア与え、なんかインスパイアさせるっていうかさ、そういうのができるんだよね、天秤座さんは。うん。だから他の星座さんも何個か見ましたけど、今回ね、人生楽しむ秘訣で。でもやっぱり天秤座さんこれ見てみると、なんかやっぱりその、自分のその、ありのままを他の人に、見てもらうとか分け与えるとか、だから YouTube とかをやるのには向いてるのかもしれないね。うん。なんかそれが来てます。なんかそれがだから自分の得意なことかもしれないし、自分の日常のことかもしれないし、まあこれ音楽って出てきてるけど、私はもう直感で読んでるから、これから全然降りてくることで読んでるんだけど、ちょっと待ってね、もうちょっと読むと、うん。ああ、いいですね。この journal prompt ね。これ日記に、この質問、今から言う私が言う質問について答えるといいですよってことなんだけど。ここね。はい、ここの下の。はい、はい。journal prompt. What do you think your choices in music say about you? うん、これいいね。そう。まあ、これ、そのさ、天秤座さんが自分が選んだ音楽について、それって、それが表すことって何って、自分について表すことって何って、例えば音楽で、例えばなんかビートルズが好きですとかさ。うん。まあ、だからそのビートルズが好きって、それって何を表す？その、天秤座さんにとって。自分がビートルズを好きってことって。まあ、もしかしたらそれ、ね、昔のあの時代が良かったとかなのかもしれないし、歌が好き、ああいう感じの歌が好き。あとなんかこう、なんだろう。ずっとこう、親しまれてる音楽っていう、そういう存在が好きとか、まあそれがイギリスが好きとかさ、そういうことかもしれないし。
私それこそそのあのビートルズのアビーロードの目の前住んでましたけどね。あの1、2年前まで。まあそのビデオもありますので、ね、どっかにあの私のあの動画にもあるんだけど、うん、とかかもしれないし、うん、そうよね、うん。まあ昔の曲は懐かしいよね。うん、やっぱり昔のこと思い出しちゃ、もう思い出すしさ、うんうんうん。そうよね。まあ別にさ、今も今でいいんだけど、今のその生活もいいんだけど、昔の生活とかに懐かしむっていう気持ちって、やっぱ歳を取れば取るほどあるんじゃないかなって思いますね。うん。じゃあちょっと、マインドギャップで、行きましょうか。マインドギャップでね。どんな駅が出てくるんだろう。音楽関係の駅っていうものはないけど、なんかこの前テイラー・スウィフト来てたみたいだね。まあ今来てんの、今も来てんのかなんだけど、なんか金曜日にコンサートがあの、ウェンブリースタジアムであったって、あの、北西にありますけどね、イギリス、ロンドンの、まあ北西に、うん、あのウェンブリースタジアムっていうのがあって、そこでコンサートあったみたいで、うん。じゃあ1枚ください。あ、もうこれにする？ここパッて出てきちゃったから。どこ？エッジウェイロード。へえ、なんか渋いとこ出ますね。まあ、その渋くはないんだけど、エジアワールド。うん。時々私も行きますよ。そう。っていうのも、まあ、ちょっとしたバスの乗り換えだ、バスの乗り換えとか、バスでそこで、その、この辺で降りて、で、ちょっと、これじゃない、ディストリクトラインとか、サークルラインとか、これ、エジアワールドも2つあって、ここの、これ、ベーカルーの方なんだけど、ベーカルーラインの方と、ベーカルー線と、あと違うデストリクトラインとかそういうのもあるね。私はどっちかっていうとそこで降りてケンジントンの方に行くときに、そのデストリクトラインとか時々のサーコーラインとか乗って行くときもあるんだけど、うん。時々ここの、アラブ系のとこの、魚屋さんって、エビとか買ってるときありますけど、うん。そうね、うん。まあ、便利だよ。でも、ほんとかなり都会だからね。もうゾーン1で。うん、そうそう。うん。うん。特に何も出てきてないけど、ちょっと一個もう一回いい？うん。私別にっていう時は別に、うん。ゴースターワールド。あー、いいですね。ここめっちゃ高級住宅地よ。ここ、高級。めっちゃ高級、うん。でもあれだね。ここで、これ、このエジュールロードのここから、まあ、ベーカールーになってるんだけど、さっき言ったサークルライン、ディストリクトラインとか、これで、こっからここに行けんのよ。そう。で、そんなに遠くない。10分とか15分くらいで、このエリアからここに行けるから、うん。だからなんか遠くないところでの、なんか、だからさ、出かけるのもさ、そこまでその遠いところに出かけなくていいかなって思う。だから、家から、まあ、ちょっとは電車乗るんだけど、まあ、15分くらいで行けるようなとことか、そう。そういうところでなんかこう用事を足すとかでいいんじゃない？なんかそのわざわざその遠い1時間かけてどこどこに行くとかそういうのよりも、うん。なんか1時間かけて新宿に行くとか、1時間かけて、うん、どこどこに行くとかそういうのじゃなくても、うん。なんか、やっぱさ、今時さ、まあ、日本もそうだと思うんだけど、まあ、結構売ってるものってどこも一緒じゃない？うん。結構もうほら、いわゆる地方とかにも進出してるでしょ？いろんなお店が。うん。そうよねー。うん。そう。なんか、これを見てる天秤座さんって、今は、なんかそういう新しいものとかを取り入れるとかいうよりも、今これ全体でさっきからの流れで言うと、新しいものを取り入れるというよりも、なんか昔のやってた、なんか親しみのあるものっていうのをやってみるとか、そういうことだと思うんだよね。なんかこう、やっぱ遠くに行く感じがやっぱ出てないのよ。うん。なんかその、行ったとしてもなんか物を買うにも、なんか15分くらいで電車で行けるところとか、なんかちょっとした、なんかそれ、なんかそういう、あるじゃない、スーパーみたいなとことか、なんかこうでかい、なんかそう、そういうのとか、でも用足せるし、いやー、物に溢れてるよね、日本は。うん。可愛いものいっぱいあるし。まあ、こっちもそれは物に溢れてるけど、でも日本の方が溢れてると思う。いろいろ細かくいろいろやっぱりに、やっぱりなんていうのかな。手に、痛いとこじゃない。痒いとこに手が届くみたいだっけ？なんか、そんな感じの、なんかやっぱり、そういう感じのものっていうか商品はやっぱありますし、あと可愛いものいっぱいあるもんね。マジ買いたい。もうなんかさ、ロンドンで買うものないからさ。食料と交通費しかなんか交通費払って食料しか買わないって物は全く買わないみたいなさ。うん。そうそうそう。そういう感じだからね。うん。じゃあちょっと日本の神様から一枚。いやーもうね、天皇皇后来てますから今私、出雲大社と伊勢神宮からね。
もうこのキッチンにまで来てます、来てますからね。まあ前もいつも来てると思うけど、いらっしゃらなくてもね。まあ日本人のそのやっぱりほら、日本のさ、その神道の末裔、神道のやっぱりこう、ご加護で生きてる人だからさ、全世界で。うん、でもやっぱりさ、やっぱそういうね、天皇皇后とかが来ちゃうとさ、余計すごくなりそうじゃない？なんか、うん。ね。まあみんな守られてるから大丈夫よ。日本人の人は大丈夫、大丈夫、大丈夫。うん。もう日本人やっぱ天皇皇后で守られてるみたいなもんだからね。だから別に私がね、そのそういうなんか、右翼的に言うんじゃなくて、やっぱ神道的な観点から見ても、なんかそのさっき言ったようにそのパスポートをね、この社会でパスポートなしで、旅行とかどこでも行けるのって、そのチャールズ、まあ、日本の、エンペラー、エンプレスと、天皇と皇后と、あと、チャールズ国王なんだよね。それを考えたときに、やっぱり、すごい守られ方だよね。うん。すごいよ。あ、もうこれ出てきたから、これにします。はい。だからさ、やっぱ日本、いつも言うことだけどさ、日本人って言うとすごいやっぱり注目されるもん。やっぱロンドンもそこまで日本人がさ、いつもいるわけじゃないしさ。で、私、あ、東京まで東京育ちとか普通に言ったら、めっちゃもうブランドになっちゃってさ、めっちゃブランドみたいな、そう、うん、すごいなんか、なげーみたいな感じ。そうで、日本人ってでも、へーみたいな。日本に行きたいとか、私日本食好きとか、日本食の作り方を知りたいとか、なんかまあいろいろね。うん、まあ私もちょっと微妙に日本食作りたいって言ったら日本食のありますけどね、ビデオね、この動画にも。まあ宣伝したいわけじゃないけど、まあ、あれね、見てもいいんだけど、見てくださっても、もちろんいいんだけど、あれ多分日本に住んでる方が私の唐揚げの作り方とか、天ぷらがとかさ、お好み焼きがとかさ、ちょっとびっくりしちゃうと思いますけど、まあ、試しにね、マリコさんがロンドンでこう、ロンドンのキッチンで、前、そのキッチンは前のアビーロードのあの時のキッチンだから、まあ、作ってんだって感じでね。うん。ちょっとじゃあ、すごいの出てきてる、これ今こうやって見たら。テーミンザさん、すごいわ。ああ、大丈夫だ、これ。天秤座さん、本当に神道的なご加護あるよ。まあ、この見てる、天秤座さんが神道じゃないのかもしれないし、仏教かもしれないけど、でも、言いたいのは、神道の日本の神々からの祝福は完全にある。祝福どころか、もう守られてるのはもうね、天秤座さん。もうこれ書いてあるよ、ここに。これ、この流れで、イザナギの御事出てきてるから。うん。すごいよ、これ。イザナギの御事出てきちゃうんだから、天秤座さん。いやー、やっぱね、私本当にカードってすごいなとも思いますし、私自分で言うのもなんだけど、それを出す私もすごいなと思いますし、うん。まあ、私は守られてるから出してんだけどさ、これ。うん。私もやっぱ本当ご加護あるのよ。でも言ったように私おばあちゃんとかほら島根系だし、やっぱ出雲大社のご加護すごいと思うし、私もその、伊勢佐の浜に繋がるような、まあ、どこも繋がってるんだけどさ、日本のこっちは日本海の方だと。伊勢佐の浜に繋がれる、そこの、まあ、島根の浜でね、私は毎年、小さい時からずっといつも、1ヶ月は夏は島根のそっちの方に行ってたからね。うん。そう。まあ、おばあちゃん、まあ、いつも何回もいつも言ってるけど、うちのおばあちゃん、まあ、でも、新宿に結構住んでて、島根出身なんだけど、で、うちのお母さんも新宿育ちではあるんだけど、母もね。うん、そうそう。でもやっぱり夏はやっぱり私も、まあでもおばあちゃんはその引退した後にもそっちの島の方行って家があってそこで、うん、私もよく行ってましたけど、うん。イザナギの御事。やっぱりそのこれを見てる天秤座さんの中で、人生迷ってるっていうか、なんかこれからどうしようとか、なんか、ね、なんかいろ、なんていうのかな、そのいろいろ迷ってる人多いと思うんだよね、これ。うん、今、この私の直感で来るのが。だから、なんかこれからの人生どうしようとか、なんか友達があんまりいないとか、ね、いろいろ思う人がいると思うんだけど、昔の友達と繋がってみるっていうのもすごくいいと思うんですよ。小学校の時の友達とか、中学校の友達、高校の時の友達とか。うん。そう。だから、やっぱそのさっきもこのミュージックで出てきたように、なんかやっぱり懐かしい何かとの、その音楽とかでもいいし、その楽器とかでもいいし、語学でもいいし、語学の勉強とかでもいいし、
なんかその小説を書くとかそういうのでもいいし、なんか何かの自分の懐かしい、なんか昔やろうと思ったようなこと。なんせご加護ありますからね。いや、私本当に今ちょっと口少ないけど、マジ感動してんの。このイザナギの御事が出てきたことに。やっぱ天皇皇后とかがイギリスに来てるから、私もこういうの出しちゃうのよ。イザナギの御事、ちょっとこれで一応見てみましょうね。イザナギの御事。はい。26ページですね。24ページ。いや、なんかもう感動してシーンとなっちゃうね、本当に。神社、はい、神社から行きます。はい、滋賀県多賀寺、多賀大社、兵庫県、あ、これ読めないわ。いい、なんとか神宮。島根県春江神社、伊勢神宮の別宮の、あ、じゃ、ごめん、三重県、伊勢神宮の別宮の、伊佐なぎみのみ、伊佐なぎみや、などに祀られています。伊佐なきのみことね。いきますよ。はい。あなたの考えていることに形を与えなさい。形はロゴスから生み出されるでしょう。言い切ることのパワーを覚えて、感謝の思いとともに、そのことの葉を成就するのです。私がその言葉を聞き届けましょう。まあ、これ言霊でもあるから、言霊っていう力が、日本人はすごく、恩恵もあるし、あと、影響もすごく受けちゃう感じなんですよ。そう。だから、だから、いい言葉を言ってると本当にいい言葉であるし、で、悪い言葉とかを聞いたりとか、言ったりとかしてると本当そうなっちゃったりとか、日本人本当言霊の霊っていうかが、受けやすい人たちだと思うね。そう。だからそこのとこ、自分が発する言葉を気をつけた方がいいし、あと、自分が発する言葉も気をつけた方がいいし、周りがなんか変な、なんか言葉遣いしてる人とかいたら、そういう人たちとはやっぱ離れた方がいいね。とか、そういう言葉遣い使わないでとか、そう。なんかさ、まあ、私結構外国人友達多いじゃない？まあ、ここ、まあ、私も外国人なんだけどさ、ここで、そう。で、まあ、そういう外国人って意味じゃなくてね、ここの、まあ、いろんな人がいるわけじゃない。日本人以外の人って意味ね。日本人以外の人、多いけど、まあ変な言葉遣いしてる人も時々いいんだよね。そう。だから私はなんかその言葉使わないでって言ったりとかはしてるし、そう。うん。で、普通の本当に自分の私の友達だとちゃんとわかるからさ、ああ、なんかごめん。なんか人によってはそういうの嫌な人いるからさ、そう。だからあごめんみたいな感じだけど、うん。そういうの言ったりとか。まああと、なんか嫌な言葉遣いとか聞いちゃったりとか、嫌なこと、なんか自分にとって傷つくことよとかを聞いちゃったりとかしたら、なしなしなしで。この呪文で、はい、なしなしなし。これ、なしなしなし。なしなしなし、なしなしなし、なしなしなし。あと、浄化したいときは本当にもう塩で清める感じよね。うん、塩でさ。まあ、エプソムソルトでお風呂入るとか、塩をちょっと置いとくとかね。うん、で、やっぱどんどん清めていきましょうよ。うん。はい。イザナギの御事は、イザナミの御事、イザナギの御事はイザナギの、ごめんね、イザナキの御事はイザナミの御事とともに、国生みを行った後、さらにアマテラスの大神をはじめ、35神もの山や風や海の神々を生んだ父神です。イザナギの御事はエネルギーに実際の形を与え、日本である大八島を作りました。要は8個の島。大きい8個の島。男性も女性も今自分の内なる男性性につながり、エネルギーに形と構造を与える時です。あなたの中の曖昧だったものが今はっきりと形を取り始めます。イザナギの御事のメッセージは言い切ることのパワーです。汚れの神でもあるイザナギの御事の助けを、あ、ごめん、汚れじゃないね、これ。ごめん、これちょっと読みません。あ、ほこらの神でもあるイザナギの御事の助けを借りたいなら、まず不必要なものを削ぎ落とし、意識をフォーカスしてください。ちょっとこれ一回、なんかさっき言った音楽でもいいし、自分の日常でもいいし、なんかこう、なんか YouTube とかで発信してみたりすると、それはそれでなんか、見たい人が多いとかさ、なんか言ったじゃない？だから、あなたの考えてることに形を与えなさい。形はロゴスから生み出されていましょう。ロゴス、まあ、言葉ね。形は言葉から生み出されているでしょう。
まあ私もこれやんなきゃいけないんだけどさ、形を今与えてるわけよね。この私の存在とか、私のこの言う話っていうのも、まあ、私もさ、なんか結構、親とか他の友達とかにもいろいろ、なんかあなたはなんか持ってるから、まあ別に親だから言ってるのもおかしいけど、いつけど親もそう。でもやっぱりなんかちょっと持ってるし、なんかちょっと違うって思ってるから、で、うちの友達もそれは言ってて、やった方がいいって、これね、これこのリーディング系。で、私はほら、前もどっかの動画で言ったかもしれない、天秤座さんに言ったのか、ちょっとごめんなさい、覚えてないんだけど、葛藤みたいなのもあったわけよ。まあ私ほら、自分は仕事普通にやってるんだけど、ロンドンでね。またちょっと違う話じゃない？これって。うん。だから、なんか、こういうのをやることで、なんかもしもお客さんがこれ見ちゃったら、まあ別にお客さん日本人の方あんまいないからさ、見てもまあ、何言ってるかわかんないけどさ、まあただこういうの弾いてるとさ、なんかやってんのかなと思うじゃない？なんか、なんか思われないかなとかさ、まあ、まあでも、その変なことや、そこまで変なことやってるわけでもないし、なんかこう、まあまあまあ別に言われたことはないけどさ、でもやっぱなんかなんだろうと思うじゃない、ちょっとこうやってね。まあでもさ、人ってやっぱりいろんな面があるからね、こういうのやってる面もあるし、ね、ガバナス業、その、超富裕層向けのね、ご家庭付きの教育係やってる時もあるし、まあいろいろね、あと、いろいろありますけど、あと世界から来るね、いろんな人に英語教えてる時もあるし、まあいろいろあるんだけどさ、そうそう、いろいろあるんだよ。だからみんな一人一人、うん、だからこれ見てる皆さんもいろんな側面があるってことよ、自分には。そのただの仕事をね、9時5時で行ってる、まあ9時5時以上かもしれないけど、9時5時以上で行ってる自分もいるし、まあね、お母さんやってますって人もいるし、妻やってますって人もいるし、夫やってますとかね、あとね、おばあちゃんやってますとかね、孫やってますとかさ、いろいろいると思うね、娘やってますとかね、うん、いろんな人がいろんな、なんかやっぱ役割っていうのがあるからね、うん。で、まあこれ今なんでこの話をしたかも多分意味があると思うんだけど、で、あなたの考えてることに形を与えなさい。だからその私もこういうのやった方がいいっていうか、まあ、今は思ってるけど、何かこれで形を与えることによって、こうやって YouTube ってことでこう発信することによって、これで、なんかこう、まあ、救われるって言うと大げさなんだけど、なんかこれでなんかこう元気が出たとかさ、そういうことが他の人にあったらさ、すごくいいじゃない、それって。で、それなんだよね。やっぱりその自分が今考えてることがあったら、それを実行してみようって話なのよ。そういう時期が来てる、そういう時期に来てるし、イザナキのみことの、やっぱり、こう守りっていうのも入ってますよね。うんうんうん。うん。で、まあ、あと、不必要なものを削ぎ落とし、意識をフォーカスしてください。わかるな。これ本当にね、私、思うのが、やっぱ不必要なものを削ぎ落とすと、意識フォーカスできるよね。だから、洋服とかもいっぱいあってもしょうがないのよ。一週間7日しかないし、靴もいっぱいあってもさ、一週間7日しかないのよ。そう。うん、意識集中できるし、もっと人生には重要なことがあるからね、物よりも。うん、そうよね。書いてある。口に出す一言一言があなたの未来を選ぶのですから。で、さっき言ったように、やっぱり、言霊的なことにもなってるよね。で、あとまあ、それか口に出したことは守りましょう。うん。今度なんちゃらかんちゃらするからといって、そのままになっていることはありませんか？口に出して果たされなかった約束は、ことの葉の成就を妨げます。人との約束、自分との約束は必ず果たしましょう。口に出す一言一言があなたの未来を選ぶのですから。まあ、自分との約束ってなかなかさ、守りにくい時あるじゃない？別に誰も監視してるわけじゃないから。まあ、ただ人との約束は、守った方がいいと思うけど、で、できない約束はもうそもそもしない方がいい。うん、当たり前だけど、うん。いやー、これ天秤座さん、やっぱりこのこれからの人生を見据えてるのかな。うん、うん、だから天秤座さんにとっての人生を楽しむ秘訣って、昔やってた趣味をちょっともう一回やってみるとかね、盆栽をやってみるとか、昔やってましたとか、うん、そういうのがいいんじゃない。で、あと発信できるときは発信してみるとか、それが別にいわゆるその書き物の感じのブログな感じ、ブログな感じでもいいし、まあ YouTube な感じでもいいし、あと友達の周りに発信するとかでも全然いいんでね。うん。まあ発信っていうとなんかすごい大事になるけど、
いいじゃん、別に。そんな、チャンネル登録者数がそんな いるとか、それを目指すんじゃなくてさ。うん。なんかね、どこでこう火がつくかわかんないからね。うん。やっぱり、なんか私が、ちらっと時々、見てるっていうか、まあ、小説家の人、まあ、いろんな、全国であったいろんな事件とかそういうのを取材して、小説してる、小説っていうか、小説家の書き物してる、ノンフィクションの、まあ、作家さんっていうかの方、まあ、その方はすごい、なんか、鬱とかも経験したりとか、いろいろあったらしいんだけど、で、それで、いや、私もその方の、なんか、まあ、本はちょっと読んでないんだけど、その、いろいろ YouTube でその方のいろいろ喋ってるのとか、見てて、で、その方も、その、まあ、無名だったのよ、本当に。無名だったのよ。で、ある時、まあ、でも、Twitter とかでいろいろ、まあ、載せてたんだよね。で、そしたらある時に、やっぱり、その、無名だったその方を、すごい好きな、まあ、誰か、ファンの方がいて、で、その方が、わっても広まって、それでも、わってなったらしいのよね。そう。だから、このチャンネルもわかりませんよ。どうする？私、NHK とかに普通に出てたら。まあでも NHK 向きだとは思うけどね、私。うん。言葉遣い、ちゃんとした言葉遣いしてるし。うん、そうそう。まあ、天秤座さん、ここまでご覧くださいました。ありがとうございます。NHK のマリコですとか言って。NHK に怒られちゃうやつ。ちょ、今ふざけてたんで、はい。まあ、これからもね、まあ、天秤座さんのね、楽しい毎日の人生の日々っていうのを、英国ロンドンからお祈りしてます。ここまでご覧くださいました。ありがとうございます。まだチャンネル登録しないよっていう方はチャンネル登録していただけるとありがたいです。まあ、こっちなのかこうなのか、ちょっとあれですが、はい。で、いや、本当にね、まあ、これいつでも見ていいの、タイムレスリーディングなんで、別に今回見てらっしゃってもね、ありがたいですし、また、今後ね、また数ヶ月後に見ていただくとか、1年後に見ていただくとか、そんな感じでも嬉しいです。はい、ここまでご覧くださいまして、ありがとうございます。じゃあまたお会いしましょう。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。天秤座さん、失礼します。ありがとうございます。